皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はギターの演奏におけるストレッチのお話をさせていただいております。指を広げるためにはどうしたらいいかと、そのようなお話でございます。1本目の動画では、指の使い方、その曲げ方とか角度とかについてお話をさせていただきました。で、この2本目の動画では、もうちょい応用的な感じで、さらにストレッチのフォームを行うためには、さらに指を広げるためには、そして何よりもそのさらに指を広げられるようになって、今までのストレッチのフレーズをもっと楽に簡単に弾けるようになるためには、そんなお話をさせていただこうかなと思います。まあ、簡単に言えば、指が、ね、たくさん広がれるようになれば、その分楽ができるわけなんですよ。今までのフレーズを練習するときに、弾くときに楽ができるわけなんです。なので、まあ、応用的な考え方です。現実的には、ね、そのバーッつってこんなんでめちゃめちゃ広げるフォームというのはなかなかないですし、そういうことをしなければいけない場面というのはそうそうないと思うんですけれども、それができるようになると、今までのストレッチフォームが楽になるんですよ。なので、まあ、興味があったら、ね、その辺までマスターしていただければという感じでございます。で、動画の最後の方で、僕がさっきそれであまり手で大きくないですよなんて言いましたけれども、実際に指の長さを測ったりとかして遊んでみようかなと思いますので、もしよかったらそちらも楽しんでいただければなという感じでございます。楽しんでいただければなという感じでございます。Yes! はい、そんな感じです。ではでは、ストレッチを楽に行うためには、手首と肘のお話をさせていただきます。まず手首から。手首の使い方というのは、ちょっといろいろあるんですけれども、まず一番基本的なのが、まっすぐな状態で運指をしていくということです。手首をまっすぐな状態にして、指先をこう、ね、曲げても、パー、グー、パー、グーってやっていっても、まあ、別にそんなに疲れないというか、そんなにどこかが痛いというところはないと思います。この状態でパーとグーを繰り返しても、別にそんなにしんどくはないですよね。けど、この手首の部分をくの字に大きく曲げて、この状態です。くの字に曲げて、この状態で、パーの状態からグーの状態にして、パーグー、パーグー、グー、パーグー、パーってやっていくと、結構しんどいですよね。この辺になんかすごいなんか謎のパワーがたまりますし、手首の筋にも結構負担が来るのがわかるかと思います。なので、この負担をできるだけ感じさせないようにして運指をしていくことが大事です。変な話、この、ね、負担が大きくなってきてしまうと、筋を痛めてしまいますし、最悪、腱鞘炎という形にも。なってしまいかねないので、できるだけ手首をまっすぐにして、手首に負担をかけずに弾いていくことが楽に弾いていく上でとてつもなく大事になってきます。で、実際、その本当完璧にまっすぐな状態をキープして常に運指をするというのは、まあ、ほぼ不可能に近いんですよ。なので、言葉で言えば、できるだけまっすぐにして運指をしていくという感じです。できるだけまっすぐにして、運指をしていく。できるだけ曲げないようにして運指をしていく。で、その状況を作るためにどうしたらいいかというと、このギターの角度。がまず大事になってきます。ギターの角度。さっき1本目の動画で言ったように、ちょっとこう根っこを前に出すような形にして、ここの空間を広く保つわけですね。ここの空間。肘がどんな角度でもそのネックにこの入り込めるように、この左手の空間を広くして、で、やりやすい形で、やりやすい角度で、この左手がこっち側に行って運指をしていくと。さっき1本目の動画でやったこの字。この字を作って、ネックにはめても、この手首が曲がらないと。これが極端に悪くやると、体とギターを平行やってしまうと、この肘を後ろに引っ込める形になって、手首が落ちてしまって、すごいここに負担が来ると思います。そうではなくて、できるだけ手首を落とさずに、まっすぐな状態をキープすると。こういう感じですね。この字を作って。悪い例だと、こういうこと。こんな感じ。そうじゃなくて、良い例だと、こういうこと。できるだけまっすぐに。キープするという感じです。そのためには、ね、この上下の角度もあると思いますし、あとこの位置関係とかもあると思います。左手がどんな状態で入ったら楽にまっすぐこの字を作って進入できるか、ちょっとその辺を研究してみてくださいませ。で、大きなストレッチ、例えば16とか、こういう大きなストレッチをするときになったら、またこの、ね、左手の手首が落ちてしまいがちなので、できるだけ落ちないように運指をしていくと。で、16みたいなこの大きなストレッチをするときにまた大事になってくるのが肘の位置です。肘。肘がこの上がってくると、もちろんここに角度がつきますよね。肘が上がるとこう角度がつきますよね。けど、ちょっと難しいところなんですけれども、大きなストレッチ、16みたいな大きなストレッチをしようとしたとき、しようとすると、その指っていうのはその完璧にまっすぐにしないと厳しいんですよ。もうこの状態です。ここからちょっとでもこう曲がってしまうと、もう向こうに行ってしまうと。もう5フレットとかに行ってしまうと。なので、この完璧まっすぐな状態をキープしなきゃいけないんです。で、この完璧まっすぐな状態をキープしようとすると、手首がどうしても前に出ちゃうんですよね。なので、これで
ウートンショーショーするとしんどいから、この肘を落とすと。肘を落として、肘をこの手首に合わせて動かすわけなんですね。手首に合わせて肘を落として、運指をしていくと。またこう手首に負担をかけずに運指をすることができるという感じです。で、頑張れば、1位7ぐらいまではいけるかなと思うんですけども、まあ、ここまでやる人は特にないかなと思います。まあ、ちょっとギリギリですね。さらなるストレッチをするために、またこの肘を内側に入れるという方法もありまして、なんていうんだろう、このまっすぐな状態で運指をするんじゃなくて、肘を内側に入れるんです。肘を内側に。これ、なんでかというと、1歩目の動画ではこのパーの状態にしてスマートフォンを挟みました。それで、このスマートフォンを挟んで、パーの状態からこのグーの状態にこの指を曲げると、ぐーっと曲げていくと、その途中でそのスマートフォンが挟めないぐらいにしんどくなってしまうよという話をさせていただきました。で、これは逆に言うとというか、その逆のパターンでお話しさせていただきますと、ここからさらに広げるためにはどうしたらいいかというふうに考えると、ひねりを加えるんです。ここからさらに広げるためには、このスマートフォンの根っこの部分を小指に当てます。で、このパーの状態でこうやってます。で、これがまあその基本の状態ですね。で、ここからさらに広く運指をするためには、どうしたらいいかというと、ひねりを使うんです。こういうことですね。こうではなくて、こうするんです。そうすると、この距離をもうちょっと稼ぐことができると。わかりますか？で、このひねった状態のこの人差し指と小指、これがまあマックス離れた状態になるんですけれども、これをキープしたまま、運指の方に、下段の指板状の方に持っていこうとすると、どうしてもというか、そのね、肘がこう内側に入ってくる必要があると。で、肘を内側に入れて、このひねりの状態をそのキープしたまま運指をしていくと、まあ、なんとか、僕の場合だったら1、7ぐらいまでいけるかなという感じですけれども、それはまあ皆さん次第かもしれません。まあ、これがその最大のストレッチという感じですね。もう手の物理的な限界がここでやってくるという感じでございます。まあ、ここまで、ね、曲の中で使うってことはないですけどね。まあ、こんな感じの考え方で、肘とか手首を使っていくということです。で、女性の方とか、もしくはその、ね、まだ10代の学生さんとかは、まだこの手の大きさが発達しなかったりとかするので、もしくはその女性の方とか、ちょっと手が小さいので、寝かせたときに、ギターをこうボンと寝かせて、小指を1フレット、小指を1フレットに当てて、人差し指を6フレットに当てて、この状態ですね。これができないと、ちょっと物理的に厳しいところはあるかと思います。これがちょっと難しいなという場合だったら、まあ、1・4のフレーズ、もしくは1・5のフレーズ、これができれば全然上出来という感じです。物理的に1・6が届くならば、フォームを改善すれば1・6はまず届くはずという感じです。なんとなくわかりますでしょうか。まあ、そんな感じで、まとめますと、手首はできるだけ曲げないようにすると、できるだけまっすぐキープして運指をしていく。曲げちゃうと、すげえしんどい。で、肘に関しては、その手首に合わせて落とすときもありますし、その内側に入れるときもありますし、ひねりとかを使わなければいけないときは、内側に入れたほうが有効です。もしくはその、ね、指をまっすぐな状態にキープしなきゃいけないときは、肘を落とすというのも有効です。そんな感じで、その手首に合わせて肘の動きを調整したりとかすると、もっと楽に、もっと広くストレッチをすることができるので、もしそういう必要が出てきたならば、そういうことも考えてみていただければという感じでございます。その辺をね、ガーッとマスターすると、今まで以上にもっとストレッチが楽に運指できると思いますので、ちょっと頑張って練習していただければという感じでございます。はい、以上です。で、まあ、ここから完璧余談です。その指の長さを測ってみましょうか、指の長さ。指の長さ。水かき部分から測りましょうか。水かき部分から。なので、まあ、この辺からってことですね。この辺から。まあ、順番に測っていきますと、人差し指は、まあ、7.5 センチって感じですね。7.5 センチ。この水かき部分のところから、この辺から、7.5 センチ。という感じです。で、中指に関しては、まあ、大体8センチって感じですかね。8センチ。で、薬指に関しては、またこっちと測りづらくてあれなんですけども、まあ、水かけ部分から、まあ、7.5 センチぐらい。で、小指に関しては、水かけ部分から、まあ、5.5 ミリって感じかな。5.5 センチ。
5.5mm 短すぎるな。5.5mm こんなんじゃないですか。5.5cm ですね。という感じです。どうでしょう、皆さんも手にちょっと指先にその定規を当てて測ってみると、大して変わらないと思います。むしろ、あれ、俺の方が大きいなってなったかもしれませんけれども、そんな感じでございます。そうですね、ちょっとまあおまけで、概要欄の方にその僕の手形をダウンロードできるようにちょっとしておきますので、よかったらそちらも印刷して、ちょっと自分の手を合わせてみてくださいませ。原寸大でコピーしていただいて、プリントアウトしていただいて、まあ、普通にこう手を合わせていただければ、その僕の大きさと直接合わせることができるので、ちょっとそんなもの試して遊んでみていただけると幸いでございます。では、では、どうでしたでしょうか。ちょっとまたいろいろね、ベラベラと喋ってしまいましたけれども、以上がストレッチの話でございました。何度も言うんですけれども、あんまり無理のあるフォームを続けすぎると、本当に手首を痛めてしまうので、ちょっとこう、ね、しんどいなとか、痛いなとか、辛いなとかなったら、あんまり無理せずに一回お休みをするか、もしくはちょっとこうリラックスして、いかん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 って思いながら練習をしていただけるとすごく嬉しいなという感じです。うまくいけばね、すげえ楽に、簡単にいろんなストレッチのフォームをやることができるので、それまでは頑張って練習をしてみていただければという感じでございます。はい。それでは、以上。ストレッチでございました。また何かありましたら、コメントとかアドバイスじゃない、アドバイスじゃないか、リクエストとかいただければと存じます。そんな感じです。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。